こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ福袋に当選しましたが、福袋の購入に悩んでいます。福袋で楽に稼ぐ方法を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。はい。この動画ですね、福袋に当選したんだけども、どうしたらね、福袋で、転売楽に稼ぐ方法をぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。こちらなんですけど、今回ですね、私もですね、このスタバの、福袋当たったんですよ。で、メールが来たんですけど、このスタバの福袋をちょっと見た時にですね、果たしてですね、これ売れるかどうかっていうですね、中身を見た時に、あまり内容が良い時と悪い時に差が激しいらしくて、実際ね、転売の中身、バラして売った時に、儲かるかっていう話になってくるんですよね。で、こう見てて、いい商品が入ってればいいんですけど、入ってない時はね、儲からないみたいなんですよ。なのでね、いろいろ調べたんですけど、こちらメルカリですね、こういった非常に面白いね、売り方がありまして、ぜひね、紹介させていただきます。はい。これなんですよね。で、これ1個クリックしてみますね。これ抽選の、チケットですね。当たった方なんですね。当たった方が、もうこれ要は買わないので、どうしたらいいかって書いてあるんですよね。で、これ読んでいただくと分かるんですけど、2020年福袋引換 e チケット。これメールで入ってるんですよね。はい。で、このバーコードのページってありまして、直前になるとかの使えるようになるかと思うんですよね。私も持ってるんですけど、これで交換チケットを売りますよっていうことなんですよ。それでもね、2850円儲かりますので、ぜひスタバの福袋いらない方とかね、他の福袋もいいので、メルカリでこういった風に言ってるので、ぜひね、もう福袋いらない方、チケットを売っていただければね、お金になりますので、ぜひね、試していただければね、いいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。日程のスタンプをお願いします。あと、YouTube が質問一切受け付けてません。LINE 登録によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。